こんばんは、夕ごはんです。2024年、お口の中は唾液でいっぱいです。えー、もずく33円、納豆33円、かつぶし20円、刻み焼きのり20円、埋まってますが、えー、ちくわ5本、 85円。これとこで10円ぐらいでしょうかね。だから、66円の40円で、106円の10円として、116円の85円だから190円、190、201円で、お米が120円で、 321円の9円で330円と330円ですか3303食330円だと1日1000円うん一月1万円うん まずいね、でもあのー、一つ前のね石橋首相ね橋の持ち方が悪いとかだから、あのー、G20 か、ね、APEC じゃないね、G、間違えました G20、うん、挨拶がなってないと。 それ、木の木始まったの箸の持ち方は総理大臣になってからあのへんてこな持ち方をしたわけ組閣してさんですぐあの国民に民意を問うっつって民意が反映されて同じやつがなったよねまた大臣。 二人はあの落っこちちゃったけどさ同じやつがまた生き返ってるよね。ってことはミーニーだよね日本の民意はそうなってるわけでしょあ石破首相だけは嫌いだけどその他大勢の閣僚は大好きなんだね。で、石破首相だけ 早くやめちゃうと。で、残ってるやつは OK だっていうことかいで、なんか今度は今日見たけど、元中国人の、今何人だか知らない人が、なんか重要な役職についたって、タイトルだけ見ました。うん。タイトルだけじゃない。最初のね、30秒ぐらい見た。うーん、と思って。 民意が反映されて、そいつらが復活したわけでしょいいんじゃないのじゃあ。いいんじゃないの石破首相が嫌ならさ、うん、石破首相が選んだ閣僚も嫌なのそこがよくわかんない。 石橋首相は大っ嫌いなんだけど、石橋首相の選んだ閣僚は大好きなんだ。うん。で石橋首相に選ばれた、あのー、閣僚は、石橋首相が大っ嫌いなんだ。で、石橋首相のことは言うこと聞かないで。で、石橋首相は、やめろよで、やめて、 あの、石破首相が選んだ閣僚だけ残ってめでさしめでさしと言いたいわけどっからどこまでが嫌なの民意を問いますっつって二人しか怒ってないじゃん。じゃあそれが民意だよね。バカなのって話。<laughs> バカなのって話。 Thank you for your watching. Come back again. Next Sunday. いただきます。2024年11月22日金曜日午後7時28分。Mm hmm. あな感じでした。Thank you for your watching. Come back again. Next Sunday. ご覧 e ださい。ご覧く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 だい。ご覧ください。ご覧い。ご覧 間違えました午後時分でしたた午後時分でごめんね、ジローおじいちゃん引き算できないの。うーん、難しい。うーん、難しい。うーん あなたは右も左もよく分かってこいつは気に入らないっつって同じ閣僚にあの投票したわけね。<laughs> 大丈夫の味噌閣僚のこいつ嫌いだったらそいつ票入れなきゃいいじゃん。石破首相が民意を問います。この閣僚でいいですかって。 二人だけ怒って、あとみんないいですよ、になったんだよね。文句ないんでしょ箸の持ち方あれ生まれた時からでしょ首相になってからやったな、あれ。で、もう少し付け足すと、文明は西から来たって嘘言ってたバカいたじゃん。で、あの人たちは 俺なんかね、小学校の頃はね、日本人はね、黄色いお猿さんって呼ばれたんだよ。お若い皆さんは、うーん、ご存知ないと思うけど、俺なんか小学校、中学校ぐらいは、黄色いお猿さんって呼ばれたの。うん。じゃ、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 じゃ。 ね、オバマ大統領も口滑らしてさ、じゃ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 、ね。腹にないと出ないから。<laughs> ねうん、どう思う世界最高の文明国家の日本に対してさ、文明は西から来た。 言いたくて言いたくてしょうがなかった人たちさ、日本人を、黄色いお猿さんって英語で言ったんだよ。生坂の奥、野蛮人って言ったんだよ。俺が子供の頃ね。うーん。それは失礼じゃないの。俺は、 石橋相がその、画像を見、映像を見てないからわかんないけど、挨拶来たやつに、うんー、座って返答したんだって、うんー、いいじゃん。下っ端なんだから。<laughs> 早く分かろうね。下っ端が何か言いに来て、あ、そう、ご苦労さん。例えば会社の社長さんがさ、うん机でジム取っててさ、あれはスマホやってて、で、子分が来てさ、 うん社長、何年も終わりました。おこいね。ご苦労さん。その時社長いちいちいち起立して、直立不動で、こんにちはっていうのバカなのお前。本当にバカなんだね。本当にバカなんだね。もちろん腰の低い社長さんもいるでしょうけれど、 黄色いお猿さん。生坂の奥野蛮人。って言った人たちですよ。もうお、小黒さん。どこが悪いのそれで腹立てるってバカだよ。昔侮ったんだから。敵に追うと、上出来じゃん。ち <laughs> ゃうだな。バカなの。